久保さん、ギギギギリリリリですすね。ギリにしましまょうか。いやーギリギリですよ、いろいろとうーん。僕ね、あの、怪獣がすごく好きなんですけど、人生のその土壇場でイジがいつも何してるかっていうと、めちゃめちゃ考えていろんな策をね、塗って、ああでもないこうでもないってめちゃめちゃやって実行するんですよ。考えるし実行するんですね。みんなでもな、しんどいとか、 なんかいろんな局面になって、マクボさんも見てると思うんですけど、多分、まああれはアニメの世界ですけども、多分ね、おそらくカイジより普通の人生を送ってきてるんじゃないかなと思うんですよ。カイジのキャラ設定って、ぐーたらで、なんか、その、なんか、世の中の底辺みたいな、まあ最悪な人生みたいな、なんか、まあ、平凡な人生みたいな、なんかそういう感じで、別にその、頭いい、ね、 そのよくてていいい会社に勤めてるわけじゃないんですよだけど、なんか、あんなやつでもね、あんな開事ですらもうめちゃくちゃ考えるみたいな。で、そして実行していく。諦めない。だから、あれはね、すごく僕ね、すごくキャラ設定と、うん、その、まあ、逆境開事っていうね、逆境の中で会事っていうのが覚醒されるっていう、あの、福本さんの描き方がすごいなとは思うんですけど。 あそこから学べばいいと思うんですよね。考えればいいだろうし、やればいいだろうし。でもなんか辛い辛いとか、稼ぎお金がないとか稼げないとか言いながら、多分会場ほど考えてないしやってないんじゃないかなと思うんですよね。だからや,やっぱりそのギリギリになっても、ギリギリになっても何も行動しないことを起こさない。ギリギリになっても考えない。うん。もうギリギリじゃなくて終わってるんじゃないですかね。いってらっしゃい。